てください。でも品川さん、今回そのウォーキングデッドのイベントにこうやってお化け屋敷体験というので参加することはどんなお気持ちですか？正直言うとお化け屋敷は苦手なんですよ僕。あ、そうなんですか？こうホラー映画とか、まあちょっとヒューマンドラマではあるけど、やっぱこうゾンビとか出てくるじゃないですか、ウォーカーが。だからそういうのは大丈夫です、いくらでも。飯食いながらでも見れるんですけど、お化け屋敷ってなるともう正直入ったことないですね。そうなんですか？はい。人生の中で本当こういう仕事で無理やりやらされるっていう感じですね。だから今もそのバックステージが怖いから、うわびっくりしたマジでびっくりした。いや、ジーイティって言ってんのびっくりした。しかもよろしくお願いします。しかもストロークが短いですね。もうちょっと長いと思ってたんですよ。今日は現場この中でもうウォーキングデッドの世界に入れますので、はい、お二人ありがとうございます。ちょっと頑張っていただきたいと思います。リックとダリルになっていただいて、はい、はい、ではでは早速ご準備をお願いしたいと思います、はい、準備。ではお二人、ウォーキングデッドの館へいざどうぞ突入してください。いってらっしゃい、はい、ちょっと待て、あんま離れんの。おぉ、何、おぉ、待って、おぉ、書いた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 、やだやだやだ。柱に手をつけて、一切動くな。こういうこと、やだ、くんじゃん、もう。うわー、怖い。動くとゲームオーバーになります、だって。おぉ、どっち、こっちだ、こっちだ。おぉ、来た来た来た。これ、ガッド、どうすんの、どうすんの。撃っていいの、撃っていいの、これ倒した。うわ、来た来た来た。あ、どこ、あ、戻れって。ああ、やだやだ。いや、めっちゃいる。めっちゃ怖い。お疲れ様でした。ああ、やだ。めっちゃ怖い。いや、怖かったけどめっちゃ楽しい、これ。僕、お化け屋敷とか大丈夫な方なんで、どちらかというと。めっちゃ怖かった。めっちゃいい、これ。今の気持ちを誰に伝えたいのかということ。ミキティー、はい、結構お笑いの方、これウォーキングデッド好きな方多いの？多いっす、多いっすね。楽屋でウォーキングデッドの話すごいなりますからね、うん、あ、そうなんですか。かといって誰が好きっていうとバラすと、今度シーズンが進んでいくときに7とかのときに他の人になる可能性があるから吉本はこうなんかいろいろ座組を組ましてこう、ね、仕事を取るみたいな感じもありますからね。セブンでそういうね、シーズンセブンとかになってきてそのパンサーとかに仕事取られるこちらも必死ですからね。多分俺らより後輩は誰も見てないんじゃない嘘をつくない、人気あるって言っとけよ多分見てないと思う、はい、そうですか。ウォーキングデッドのウォーカーオーディションが前あって日本人の方が優勝されてるんですよ、はいはいはい、だから本当にこれ出たいなと思ってるんですよ、もう一回あれば。でもだいぶすごいよ。すごいよね。いや、スケジュール、いや、空いてるっしょそうですね。いや、ね、本当にそれは考えさせて考えなくてもいいだろ。考えなくてもいいだろ、お前。そこ考えるんですね。はい、ね、千葉の理解者だぞいいお友達でいたい。いや、来たいですね。まあ、だから子供がまだちっちゃいんでね、2人でこういうところで出かけてっていうのがなかなか難しいですけど、もう嫁さんもウォーキングデッドファンなんで、これは喜ぶと思いますよ。どうなんですか、キャーっていう方なんですか、奥さんとも。いや、自分基本キャーもありますし、さあでもここの中に入ったら多分ミキティは戦ってくれると思いますね。やっぱ頼もしいと思います。モームスのセンターを力で守ってきた。いや、嫌な言い方すんなよ。なんすぐ嫌な言い方するんですよ。目力が強いとか。いや、全部褒め言葉。なんかね、トゲがあるんだよ。いや、全部褒め言葉じゃん。そうでしょ、うん、